はい、どうも、皆さん、こんにちは、ビルトです。というわけで、今回はですね、今回も前回に引き続き、ランクドスカイウォーズ、ちょっとやっていこうかなって思います。よいしょ、やっていきましょう。まあ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 、ちょっとね、動画で、なんだろう。動画を通してね、やっぱ立ち回りをね、教えていきたいんで、まあ、なんだろうな、まあ、多分普通の人よりかは、そこそこランクド分かってるつもりなので、まあ、ちょっとね、やっていきたい。でも、ちょっと、だるいな、なんか。え、なんでそんな拾えない？やば。早速ね、落ちてるね、いい剣が。やば、なんでそんな落ちてんの？そっち行くやんだけど、あれ？あれ？あれ？ちょっと。まあまあまあ、こいつは多分やる。ね、次っすね、次、あいつ。なんか油断してそう。あぶな。OK、 というわけで1試合目やっていきたいと思います。まあ、さっきのはウォーミングアップなんで、まあ、1試合に含めない形でねやっていきたい。よいしょ。まあ先に言い訳言っとくと、これ初エムなんで、はい、あんま期待しないでほしい。なんでそんな繋げ方を思いついたんだろう、今の人。こんなもんかな。どうせあいつシャープついてんだよ、あんなこもるってことは。シャープついてんでしょ、戦いたくはないな。地下戦は嫌だな。嘘。ちょっと待って、一回回復するわ。オーケーオーケー、オッケー、2試合目。まあなんだろうな、今レートどんぐらいなんだろう、それが気になる。多分まだ500もいってない気がする。全然やってないから、動画でしかやってないんで。でこのマップはこうすぐ取ったら、この上のダイヤを取りたかったんだけど、こいつがいるからちょっと遠慮する。どうしようかな。まあ行くのもありだな、どうせ削れてるしな。オッケー。まあ、ああやってすぐ漁夫が来るんで、まあさせないぐらいの勢いで。もう一人どこいるんだ。やば。オッケー。え、来んの？嘘でしょあいつ。なんで来ようと思った、こんなとこに。一般なら来ないと思うんだけど。それはバカ、それはバカだよ。オッケー。
ケー。まあまあ、ああやってノックバックも持ってるよってことを、実際にね、体験してみんなに伝えたかったんで、落ちました。はい。まあ、俺は分かってたよ。あいつがノックバック持ってることなんて。けど、まあやっぱ伝えることが大切なんで。一回戻ります。で、ダイヤ掘って、クラフトして、まあまあ、あ、ダイヤフローになれんね、これで。OK。どこだ？どっち行こう？俺の予想だと、あいつの方がスキン的に強い。だからやる必要がある。でもそのアスペは効いてない。なるほどね。いや、行くのバカなんだけどさ、でも行きたいやん。のもすごい危ないんだけど、ちょっと無理したい。ここでお疲れ。スピードないからな。 OK、 勝った。何だこのマップ。ああ、はいはいはい、わかるわ。結構このマップ、最近出たマップだと思う。だからね、あんまね、地形を理解してないんだけど、端っこと真ん中にね、チェストがちょっとあるのは分かってる。多分、端っこ取った方がね、個人的には強いと思う。大体みんな真ん中行くんで。こう、端っこ取るやん。で、ここも取るやん。一回つけよう。そこ取りたいよね。あ、オキュリ、ナイス、戦ってくれてる。あとは、アイテム揃えて、ちょっとまだ早い。心の準備ができてない。行こう。あれ、めっちゃチャンス。くそ。まあ、多分死骸が残ってる。おい、こういうね、エンダーパール。そういう、大事。マジで大事、これ。あとは、特にないか。多分これさっき戦ってるよね。OK。 はい、というわけで、気づかない間にレートがね、1000ちょいいってた。じゃあ次勝って終わろうかな。多分次勝って終わるのが時間的にちょうどいい。コメント欄に900あたりから勝てないっていうコメントがあったんで、ちょっとこれ見てほしいな。900あたりの映像。900あたりのね、別に俺やってること変わんないんだけどね。あとはプレイスキルだと思う。どんだけランクドスカイでなれるかどうかじゃないかな。上こもりたいできるんだったら。で、ラグいね、すごい今。やばくない？さすがにこのラグは。ここダイヤあるんで取ってください。ちゃんと結構チャンピオンか。危なっ。無駄なダメージ受けたくなかった。 OK。 なるほどね。シャープ3にはさすがにあんた勝てないでしょ。
OK。はい。てな感じで、ランクドスカイウォーズね、マジでこんな感じ。400あたりから勝てない人は、うん、まあ、落ち着いてやることと、あと釣り竿とか、あとキーストロークとかかな。ちゃんと立ち回りやることだと思います。あとはなんか、上手い人とかの動画から、どういう立ち回りしてんのかなって、パクって自分でもね、試すってことが大切だと思います。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。また次回も多分ランクドやるんで、その動画を見てくれると嬉しいです。それではバイバーイ。